アレン記念教会は岩手県久慈市に所在するキリスト教の教会。教派はバプテスト教会。宣教師であるタマシン・アレンによって設立された。正式名称はバプテスト・久慈教会。1915年アメリカ合衆国インディアナ州フランクリンからアレンは来日した。昭和初期三陸津波によって甚大な被害を受けた三陸沿岸部を遺問し、 日本赤十字社の協力を得て保健活動を行った。1938年にはくじ幼稚園を開設。日中戦争や太平洋戦争の激化する中で1944年に教会を設立するものの本国に強制送還させられた。1947年の再来日後には岩手県立くじ高等学校で英語教師となり、1952年には ホマレ学園を設立。要小、中の一貫した体制が取られ、1970年にはアレン国際短期大学を設立。初代学長となったものの、現在は廃校となっている。1996年には、現在の教会堂が設立された。アレンの教え子である、ヤハバクに、竹け夫妻や、弟、構造らは東京会の牧師となった。 東京会の鐘は1924年にセントルイスで鋳造され、カンザス州の教会で使用されていたが、1999年に、くじ、フランクリン漁師の友好を記念して贈られた。鐘は塔に配置され、ホール内は2階が図書室、1階が教会堂で、ステンドグラスが見られる。岩手県くじ市町内町9の80のに、地図は連記念教会来てで、くじ市、 ありがとうございます。